えー、こんにちは荒木和弘です令和2年10月31日、えー、今日は土曜日のショートメッセージをお送りします、えー、あさってはあの夜名号に行きますで、えー、松本京子さんのらしされたところの近くまた現場行ってみようと思ってますので、えー、うまくいけばそこから 明日の午後ぐらいにちょっと youtube のライブをやってみないかなと思ってんです、えー、できるかどうか分かりません。まあ、ちょっと考えてみたいと思ってます。でえー、明日発行のはずですけども、えっ、ー、とこの？月刊正論の連載していただいている小説寒い国から来たスパイですが、これの第2回目が載ってます。 でこの小説はですねもともと何で書こうかと思ったかといいますとこのいろんなことを我々ジグゾーパズルのピースをはめる作業という言い方をしているんですけれどもこのジグゾーパズルのピースをはめる作業でどうやってもですねないピースがあるというか、まあ、あのないピースの方がはるかに多いわけですね。 でそういう中でそれをですね無理やり探してきてくっつけようとしてもできないしかし事件は間違いなく起きているというケースが少なくありません。でその間をつなぐのを小説を使ってみたということです。でもともと私別に作家というわけではありませんからあのそんな能力あるわけではないんですけどもただ今まで調べてきたことをですね つぎ合わせてその間を埋めてみると全体が見えてくるのではないかということで書き始めたものです。今回はですね、まあ見ていただければあこれはこのことかとかですねわかるようなもちろん全くそのままではないんですけれどもいろんな事件についてですねあの書いてあります。またあのご覧いただいてこれは何のことなんだろうということを考えていただくのも嬉しいです。 ぜひご覧いただければと思います。で、えー、結局まああの北朝鮮という国は、えー、上から下までまあ、誰も幸せになれない国だと言えるんじゃないかと思います。で一つお話です、えー。この本はですね、この人はご存知だと思いますが、あの金正恩の指示で、えー、銃殺された、えー、金正恩の叔父チャンソンテクです。 でこれは「チャン・ソンテクの道」という本で元駐日大使だったラ・ジョンイルさんという方が書かれた本です。で確かあの日本語でも翻訳が出てたと思うんですがちょっとそっちの本は持ってないので、えー、一つだけあのご紹介をしておきたいところがあります。えー、チャン・ソンテクという人はあの、まあ、ものすごく優秀な人だった。で、えー 亡命したファンジャンヨプ初期というのは元近日生総合大学当時の教え子にあのチャン・ソンテクは教え子になるんですがこの二人の会話でですねもう1980年代で、えー、こんなのがあったそうです、えー、ファンジャンヨプさんがあチャン・ソンテクに、えー、もうこのまま行ったら我が国の経済は破綻してしまうんじゃないかというふうに言ったでこれに対して、えー、チャン・ソンテクは いや破綻しませんというふうに答えた。で、えー、ファンジャイオプさんがあのー。そんないい方法で持っているのかと。いうふうに言ったらば、いや。もうだってとっくに破綻してるんだから、これ以上破綻のしようがありませんと。いうふうに答えたという話がありました。まあこの人ならでは、でこの本の中にもその話は出てくるんですが。もう一つご紹介しておきたいのはですね、金正恩に銃殺された後。 チャン・ソンテクの妻でありそしてキム・ジョンウンからすると血のつながったおばにあたるキム・ギョンヒこの人今もう出てきませんあのどうなっているのか分かりません殺されたっていう説もあるんですけどもこのキム・ギョンヒのところにですね、まあ、あのおばさんですので報告に行ったという場面がありますでちょっとそこの場面だけご紹介をしておきたいと思います。 チャン・ソンテクが処刑されて何日か後、キム・ジョンは側近何人かを連れて、えー、おば、キム・ギョンヒの家を訪問した。でえーまあ、病気で寝てたわけなんで、あの病気見舞いを含め、兼、えー、ねて、その間起な行ったこと、起きたことについての報道、報告をするためだった。形式的ではあっても、お 極火事っていうんですか極火事っていうのはあのつまりキム・ジョンイルからのこう系統ではない、えーえー、キム・ピョンイルとかですねそういうこと極火事ではないあのお,、まあ、あおばにこの手続きを踏むのが正しいという考え方だったとでキム・ジョンヒはあキム・ジョンウンが挨拶をする前に 座っていた椅子の下に、えー、から拳銃を取り出して彼を狙った。で驚いた金正恩は体を、まあ、避けそして側近たちが走っていって、えー、前を塞ぎ銃を奪った。キム・ギョンヒは別に抵抗も反発もしなかった。一言口を開きもしなかった。でただ、えー、うっすらと 笑みを浮かべていたただだけだった彼女の表情は怒りというよりも軽蔑なのかあるいはあざけりなのかあーそのようなれ憐憫に近いものだったかもしれない、えー、という,うことが出てきます。で実はあの チャン・ソンテクとキム・ギョンヒというのはですね、えー、金日成総合大学の学生の時に、キム・ギョンヒが、まあ、チャン・ソンテクに、まあ、惚れ込みまして、でえーまあ、なんとかあの結婚したいということで,です、ね、盛んにアクションをしてた。で、キム・イルソン、まあ、父親ということになりますが、キム・イルソンが、まあ、それを嫌ってです、ね、チャン・ソンテクを地方の大学へ、えー、飛ばしてしまったと。 でえー、そうしたらキム・ギョンヒは、まあ、毎週ですかあの車を使ってです、ねえー、そこまでチャン・ソンテクに会いに行って、まあ、結果的には認めざるを得なくなり結婚したという、まあ、ある意味でいうと大ロマンスがあったわけなんですねでしかしその後もうずっとみんなよく言われてましたが、えー、キム・ギョンヒもそれからチャン・ソンテクも両方とも浮気ばっかりしてた、えー、ということで,です、ね、もう完全にあの仮面夫婦だったんだろうというふうに。 えー、言ってたんですけども最後の最後でですね、えー、自分の旦那が殺されたというふうになった時にピストルをキム・ギョンヒは、まあ、もう体病気の状態だったんですけどもお向けたというのを見てですねあの話をこう聞いて、えー、まあ夫婦って何か分かんないもんだなと、えーまあ、私も自分もよく分かんないのかもしれませんがそんなことを感じた次第です。 でいずれにしても自分の叔父を機関銃で殺してしまう、そしてまあ本人も今、どういうふうな状態か分かりませんけども、決して幸せではないと思います。一般の国民にはまた餓死する人も出てきているという状態の北朝鮮、えー、本当に何だったんだろうなというふうに改めて思っている次第です、えー、今日はちょっとチャンソンソテクの話話を中心にお話しいたしました、えー、今日もありがとうございました